元気だね。てかめちゃめちゃ遊んでくれてるな。若い若い。ちょっと怒られて。もう1年ぐらいやる？ね、明日引退とは思えん。散歩散歩い。散歩散歩い。あ。元気元気。超元気だ。何やし。あ。あ。元気元気。還暦とは思えん元気さだよ。やっ。ちゃんと挨拶する。アイくん。アイさんだよ、アイさん。アイさんだよ。今日来てくれてるから、おうよっつって。挨拶してる。よっつって。よろしくねっつって。今日、アイくんの主演引退公演に密着してくれるんだよ。そうだよ。よろしくねっつって。ありがとう。急いで。今日はよろしくね、カイ君の勇姿を取りに来るためそれじゃないよ。それは人じゃないよ、どう見たって。よろしくねっつって。よろしくねっつって。そう。いらない。それは、仕事っちゃまた。ミエシ。お、いて。うん、おお、すげえ、すげえ。すげえ。富田さんだよ。お世話になります。いつも動画で見てるでしょ。見てね。できた子だ。いやございます、そんな仲良くなると思わなくて。いやいや、僕も2回目、直接会うのは2回目ですけども ね、はい、お誕生日に来ていただいて。そうです、まさか2回目でこんなにがっつり近距離でお仕事させていただくことになるとは思ってませんでしたけれども。よろしくお願いいたします。こちらこそです。いやもう緊急でね、そんな短い時間しかなかったのに、クイズももうすごい立派なクイズを作ってくださって、いやいや逆に光栄でございます。もうよろしくお願いいたします。あと2分。おいなんかすごいすごい、いつも通りだな、このベテラン目。海軍と初めて作った大技、海軍の代名詞とも言っても
真相ジャンプをご覧いただいて、僕のメッセージに乗せて演技したいと思います。こちらでございます。息を合わせてね、そういきます。真相ジャンプ、決まったよ。あ、泣いてねえし泣いてねえしああ、最後、あんたは最後まで冷静だね。あんたは冷静だね。ピントが合わないよ行こうか、おいで。終わりましたね。ごめんよ。終わりましたよ。もうここに書いてありますけどね。最高の相棒ありがとうですよ。カイ君と一緒だからこそここまで来れたっていう思いでいっぱいです。ちょっと疲れたけど今日。お客さんいっぱいだね本当にね。予想以上だった。本当に予想以上だった。もう出て行った時の歓声からもう本当に自分の経験史上一番でした。ありがとうございました。いやー、まあでも主演は終わったんですけど、まあまだ二人の関係は続いていきますからね。ゆるりとやっていきましょうよ、これからは。カイ君ね、はあ、泣いてないからこれだけは言っとくけど泣いてないから、マジで。トレーナー人生で最高の日でした。ありがとう、カイ君のおかげです。カイ君がいたからです。まあそんなわけでお疲れ様でした。平常心だね、あんたは。